正直自分の範囲だったら入れないかなっていう作用にありますね。使わないといけないところはプラスチックだと絶対割れてしまうので、そこは銀歯になってしまうかなと思います。まあ保険適用にはなってるんだけれども、僕たちが目指している 100% の治療する時の材料かって言われると、どうも皆さんこんにちは、司会者の小澤です。さあ今日はですね、加藤君が質問あるということで。そうなんですよ、最近白いかぶせ物あるじゃないですか、はいはい、保険適用になったってニュースを見て、はいはいはい、友達が白いかぶせ物にみんなしてるんですよ。ああいいじゃないですか、はい、僕的には最近保険適用になったので、はい、本当にいいのかどうかわからないです。配信目線からして実際どうなのかっていうことを今日話してもらおうかなと思います。実際どうなんだってよく聞かれますよね。はい、まあ、なので今日はですね、保険適用の白い歯医者たちはどう思っているのかということを今日は話していきたいなと思います。まずなんですけど、物を見てほしいんですよね。これは同じ場所の、こっちがセラミックとキャドカンですね、保険適用のかぶせ物になります。白い歯といえどちょっとやっぱりセラミックと違いますよね。ちょっと違いますね。やっぱり技工士さんが手を加える時間がどうしてもセラミックだと長く取れるので、本物に近いような形を模倣できてるんですけど、保険適用のものだとちょっと形がっていうところはどうしてもあると思いますね。でも奥歯だとほとんどわからないと思います。どうしても前歯だと既存の色から決めていくというものになるので、あれっていう時はあるんですけど、まあ、奥歯だと凝視しないと分かんないぐらいかなと思います、うん、見た目で言うとってことですよね。見た目で言うと、はい、はい、まあ、実際のところなんですけど、正直自分の範囲だったら入れないかなっていう作用になりますね。セラミックとキャドカムカンですね、保険適用と呼ばれるものの材質っていうのはもう全く違いますから、どっちがいいかっていうとやっぱりセラミックになるので、自分たちの歯だったらやっぱりセラミックになるかなと思いますね。昔だと、まあ、銀歯っていうのがあったじゃないですか、うん、はいはいはい、銀歯はもう全くもうなしって感じなんですね。今銀歯は上の歯と下の歯の隙間が全くないだとか、使わないといけないところはプラスチックだと絶対割れてしまうので、そこは銀歯になってしまうかなと思います。なので全くなくなってるっていうわけではないんですけど、銀歯とプラスチックの違いっていうのは金属アレルギーがないっていうことですよね。あとはもちろん見た目がいい、これはもう多分皆さん思ってらっしゃることだと思います。昔の保険だといいって笑った時に剣士の次のところが全部銀歯だったのでね、めちゃくちゃ目立ちますよね。目立ちますね、うん、なので見た目とか金属アレルギーに関してはプラスチックのものにはなりますけれどもね、すごくいいんじゃないかなとは思います。セラミックにやっぱかなわないと。絶対かなわないですね。その理由は高さがまず違いますね。そして見ていただいた通り、もうツヤ感とか小屋さんかけれる時間だったりっていうのが全く違いますね。セラミックとプラスチックだとセラミックの方が汚れはつきにくいです。つきにくいのでもう一回虫歯になるリスクっていうのは少ないんじゃないかなと思いますね。値段とかがやっぱデメリットになってくるんですかね。そうだね、セラミックだとやっぱり10万からしちゃいますよね。なるほど。保険適用のキャドカムカンだとですね、3割負担で安く提供できるので、まあ5、6千円かなと思います。歯科医師と集まってご飯食べる時とかキャドカンについて話す時があるんですね。やっぱりちょっとね、一生は持たないだろうっていう話をしますね。硬さ強度的にはカリバみたいなもんなので、きっちり100点満点のかぶせ物になったとしてもですね、グッと噛んだ時にパキッて割れちゃうことっていうのはどうしても多いかなと思います。まあ保険適用にはなってるんだけれども、僕たちが目指している 100% の治療する時の材料かって言われるとどうなんだろうっていうところはありますかね。ここ質問なんですけど、最初保険適用の白いかぶせ物をして、そっから割れてもないですけどセラミックに変えたいっていう場合はどうなんですか。ちょっとグレーゾーンではありますけど、いいんじゃないですか。最初保険のものを入れててやっぱりこう合わないってなるといいと思いますけど、取るリスクっていうのもあります。取る時に歯が一緒に欠けちゃったりだとか、最悪の場合歯が割れちゃったりリスクとしては生じてしまうので、できればセラミックにしようかな、保険にしようかなっていう場合で、セラミックの方が意思が強いであれば最初からちょっとセラミックにしといた方が歯に対するダメージは圧倒的に少ないと思いますね。まだまだ完璧にはほど遠いかなっていう感じだ。そうだね、導入もね、なんかこう慌てて入れたっていう感じのところがあるので、まだちょっと材質的には気になるところはありますけれども、現場が嫌だったらね、まあいいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで白い歯適用になりましたけれども、歯医者本当はどう思ってるんだっていうことにねついて話していきました。現場とキャドカン、だと見た目以外をね皆さん気にして変えられると思うんですけど、絶対に割れないものって
やっぱりギンバとかキンバになりますから、割れないものを提供してくれっていうようであればやっぱりギンバが選択肢に入ってきますし、白いものを保険でっていうであればプラスチックかなと思います。でそれよりもっといいものってなるとセラミックだったりだとかジルコニアだったりっていうね、ものがありますので、金額等に余裕があるのであればそれなりのねものなので、虫歯にもなりにくいです。ツヤ感とか形とかっていうのは一番セラミックがいいんじゃないかなと思いますので、まあでもやっぱり日本なんでね、保険制度っていう素晴らしい制度があるので、その中で選択肢は限られますけれども、ちゃんといいとぜひ決めていただきたいなと思います。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。